皆さんどうも、コーミファンゆうきです。さあ、コーミファンゆうきミニミニラジオ第3回目でございます。はい、本日は2020年7月2日となります。さあ、今週はですね、私の住む、北海道、いや、天候が悪かったの、ずーっと。いや、天候悪すぎて、晴れたと思ったら次の日雨っていう感じが、こう、繰り返しの状態で、あったかい寒い、あったかい寒いが繰り返しの状態でございました。まあ、晴れたり雨降ったりはいいんですけど、今年はちょっとね、なんか今までにないような感じですね。ここまで雨降ったり、まあ雨1週間ずっと降ってみたいだとか、去年とかそういうことなかったんですけど、今年はなんか異常に晴れが少ない年じゃないかなって思ってます。まあね、晴れが少ないのもまあいいんですけど、自分ね、あの土日やっぱりね、雨降られるのが一番嫌なんですよ。平日はやっぱ仕事とかしてるので、平日はね、もうバンバン降ってくれと降ってどんどん降ってくれと。その代わり土日は快晴で過ごしやすい気温でっていう感じなんですよ。でもなかなかね、そういうねこともね、うまくいかないですよね、この世の中ね。いや、本当に今年はでも特にね、ひどいです。はい、天候が悪い北海道です。まあ、北海道ね、そんな本州みたいに梅雨がないので、そこまでね、ないって言ったらいいのかな、ないですよね、ないので、やっぱりね、あの本州の人から見るよりはね、北海道ってあんまりその梅雨がないから雨が降らないとか、まあね、そういうわけでもなかったりするんですけれども、まあそうですね、まあちょっとね、今年はちょっとなんか嫌な年かなっていう風にちょっとね感じました。はい、ということで、コーミファンゆうきミニミニラジオは、ちょっとね、今日はね、今週の天候のことをね、ちょっと話してみました。またね、近々こういう風に生放送じゃなくて、このミニミニラジオも頻繁にやっていけるように頑張りますので、今後もお付き合いください。ではまたお会いしましょう。コーミファンゆうきでした。バイバイ。